ワークとか過去問を使うときにこうやると勉強効率が上がるっていう方法があるので、今回はそれについて話していきます。改めましてどうも、ハイチーです。普段からですね、学校のワークだったりとか、あとこういったね、本屋さんで売ってる問題集とか、あと6月だからそろそろこういうさ、過去問を買ってる方もいるかと思うんですが、こういった過去問を使ってる方もいるかと思います。で、過去問はさ、まあ、ちょっと使い方が特殊だったりするので、どうやって使うのがいいんだろうなんて悩んでる方もまだいるかもしれないけど、学校のワークとかさ、問題集って、まあ、使い方は大体わかるよね。だって普段勉強してさ、それが定着してるんかなって、そういうチェックで使うじゃないですか。もちろんそれでいいの。みんなが普段使ってくれてるやり方でいいんだけど、その問題集とかを使うときに、ある一つの視点にこういう使い方ができるんだっていう視点を持っておくとですね、特に受験勉強においては勉強効率がね、すごく良くなるので、それを今回紹介していきます。それが1から2を吸収せよです。何言ってんだろうってね、思った方いるかもしれないんですけど、ちょっとね、その本題を話す前に1問皆さんに問題を付き合ってもらいます。それがこちら。これはある都道府県で実際に取材された問題で、本当は画像がついてるんだけど、画像がなくてもみんなわかると思うので、そのまま出しちゃいますね。はい、滋賀県にある日本最大の湖の名前は、この4択から選んでくださいっていう問題です。正解は、宇野琵琶湖です。まず、不正解だった方は、まあ、覚えよう。ね、日本最大の湖と言われたら琵琶湖なので、そっか、琵琶湖か、覚えとこうって。まあ、めっちゃ出るから、この問題。ね、出て覚えといてください。で、大事なのが正解した方たちなんですけども、まあ、これさ、パッて見た瞬間にも反射的にさ、琵琶湖じゃーんって分かった方多いと思うんですよ。よし、できた！ね、OK、正解よくて、よく勉強してるからってことなんだけど、一つ大事なのが、今回これさ、選択問題だったんだよね。これもしみんな記述、つまり琵琶湖っていうのを選ぶのではなくて、書く問題だったらできたかいって。まあ、あんま最近ないかもしれないけど、漢字で書きなさいってなった時に漢字で書けたかいって、つまりこの問題は解けたんだけれども、出題の仕方がちょっと変わった場合、記述、自分で琵琶湖って書かなきゃいけない問題だったりとか、漢字で書かなきゃいけない問題だった時に解けたのかなって、つまりこれが解けた瞬間に、あ、できた、 OK ってすぐ流れちゃうでしょ、次行っちゃうじゃんか。でもそこで一回立ち止まって、漢字で書けって言われたら大丈夫だったかなって視点でやれると、例えばみんながね、本当受験を受けた時に出るかもしれない。そうやって。で、そこで、そうやって思っておけば、もちろん書くことができます。でも、もしここで、うっていう選択肢で正解したとしても、そこを意識しておかないと、やべ、漢字？みたいな。あれ、これなんだっけ？選択問題だったから分かったけども、選択じゃなかった記述だった場合は、やべ、解けねえ。ってなる可能性が出てくる。つまり、1の問題からそのうっていう正解を選べるっていう1だけではなくて、漢字で書くことができるっていう問題にも対応できる2を得得したいと、つまり1から2をこう吸収できるように、こういう問題だったら大丈夫かなっていう発想で問題を見てってほしいんです。それじゃあもう1問だけお付き合いいただきたいんですが、こちらの漢字読めますか？正解は、携えるです。この携えるが、まず読めなかった方は覚えましょう。読めた方は正解、ナイスです。じゃあ、さっきの1から2を吸収する発想でいくと、この問題から1ではなく、さらにプラス1、プラス2って何を吸収しに行きますか？こうじゃなきゃいけないっていうものはないんですけど、漢字の問題で一番シンプルなのは、携える。今回読み問題でしたよね。じゃあこれが書き問題だったらいけますかって、つまり自分で立ちサイルを書かなきゃいけない時に書けるかなっていうところをまず1個思ってほしい。で、もう1個この問題で言うんだったら、手土産っていうのがありますよね。普通にこれは問題とは関係ないところになってるんですが、はい、手土産がもし読み問題とか書き問題だったら読めるかな、書けるかなってとこまで考えられると、手土産が出題されることもあり得るからね。だからそうやれば1から2、3、4っていうものを吸収できるので、こういった感じで問題集とか過去問をやるときにはそういう視点を持ってこうね、取り組んでみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回の本編の話いかがだったでしょうか。もうすでにやってる方もいるかもしれませんけど、初めて聞いて、うわ難しそうって思った方もいるかもしれません。
正直慣れるまでは結構大変です。だけど2つね伝えておきたいことがあって、1個は全部の問題でそれをやらなきゃいけないってわけじゃないです。特に数学とかちょっと難しいんですよね、そこがね。だからこうポッポッポッってやってパッて問題見た時に、あ、こういう取材をされ方もするかもしれないから気をつけておこうって気づけたものだけでいいからやればいい。全部の問題を1から2と3を吸収しなきゃって、こうなんだろう、固執しなくていいから、そこはなんか柔軟に考えてください。でもう一個伝えたいのが、なんでこれをやるといいかっていうと、単純にね1問から吸収できるものが増えるので効率がいいっていうのはもちろんあります。でもう一個は、出題する人の視点に立つことができるんです。つまりどういう問題を出題するかなって、その視点って勉強する上ではすごく大事だと私は思っています。特に受験生とか、そのテストっていうものがある、つまり誰かがさ問題を作るわけじゃん。それに向かって勉強している方にとっては、出題者の視点っていうのはすごく大事なので、それをこう自然に考えることができるんですよね。でそうするとさ、違う視点が入ってくるから定着もしやすくなるし、あ、こういうところを気をつけて考えなきゃなとか、こういうところを取材される可能性があるなとか、こういうところ落とし穴があるなとか、まあ、そういったことも気づけるようになるので、ぜひ絶対もう全部でやってとは、しつこいけどね、そういうわけではないので、だからできる問題で構わないので、まずその、ね、気づけるものから一から複数のものを吸収していこうっていう視点で、ぜひ問題集とか過去問とね向き合ってもらえたらと思います。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。